誘拐されていたアメリカ人コンピューターエンジニアのブルース・モルゲンホルト氏の遺体がペルーで発見されました。当局は当事件の首謀者として新興のゲリラ組織人民の声のリーダーヒューゴ・ラセルダの行方を追っています。航海に向け移動中のアメリカ海軍新鋭巡洋艦クラレンス・ E ・ウォルシュです。メイソン国防長官は同艦を21世紀の艦隊機関と呼び、同盟国日本を援助する姿勢を再確認しました。紹介しましょう。新鋭艦ウォルシュです。この世界随一の電子戦及び情報戦能力をもってすれば、極東における緊張緩和の助けになるでしょう。弊社マリア・ナルシサ号に関する最新の報告書を入手した。中央警報システムを追加したようだ。警報3回で任務失敗とかいうやつ。これはゲームではないぞ。しかし船中に警報を鳴らされたくない。手落ちにしろ。いや、何し、仲間の数は何人乗ってる。仲間確か36人。ラセルダと奴の連れの小元の用心棒も入れてたが。ラセルダはどこにいる。20分前にここにいた。部屋が気に入らん、別のをよこせとな。なんでこっちにいるんだ。いや、ラセルダから逃げてきただけだ。なるほどな、困ったもんだ。さっさと殺して海に捨てるべきだ。それは賛成だが、やつを守ってる連中はだな、あいつらはシャレになってない。漁ってみようか。それには及ばない。発信機を取り付けて配送先を特定しよう。分かった。リードさん、まずは一箱だ。他にもないか探してくれ。了解。フィッシャー、マリア・ナルシサからの無線を傍受した。船体への浸水のため救援を請うとのこと。沈みそうなのか。いや、だが船室の一部は水浸しだ。貨物室を全て探すために全部機関室のポンプを作動させろ。その区画は浸水してる。緊急用のポンプを作動させて排水するんだ。やかましいな。あんたは簡単に忍び寄れる。ここには何がある。予備のポンプだ。区画のいくつかが浸水してる。ポンプで排水できるはずだ。助かるよ。ギャッギャッ。そこにある大型ポンプを使えば全部貨物室を排水できる。了解。さっさとポンプを動かせよ。使い方が分かんねえんだ。船長が急がねえと沈むってさ。下手に触って沈んじまったらどうすんだよ。
じゃあうまく触れ。他人事だな。探してみよう。サム、ラセルダに武器を流した人物は代理人を通じて取引してたみたい。誰だ？メルカンテルコスタ・アフエルダ・セクリダド・デンパナ。オフショア銀行。ハマキ吐かしてたがよね。またセビロ組か。ラセルダの取引相手を特定するには運送台帳を回収しないと。事務室を探して。甲板と減速にいくつか、後部にモーターランチが一層。全員分あると思うか？あんまり信用できないね。スーツのセンサーが空気中の燃料を検出してるわ。ああ、妙なガス漏れか？爆発する可能性があるね。機関室での補充は避けてる。やれやれ。敵がそのことに気づいてるとも思わないから、見つかったらいきなり撃ってくる。慎重に行く。